はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。今日はトリップドットコムさんの提供で名古屋プリンスホテルスカイタワーにやってきました。すごいですよ。今日はね、豪華な部屋に宿泊します。行きましょう。はい、31階到着です。ここから31階から36階までここに全部ホテルになります。じゃあ部屋に行きましょう。ではでは、私たちの部屋を紹介したいと思います。こっちのコーナースイートです。Welcome to my room。 すごくない？ではまずはここで寝て、ここも寝ながら景色は楽しめるし、めちゃめちゃ広いカウチソファがあって、ここでこうして景色を見る。やばい目の前の名古屋駅が This is the life。 名古屋、ね、This is 名古屋。はい、リビングの次になんか秘密の部屋があって、ここは何ですか？ここはおおしゃれなバスルーム、こう2つの、いいよね、あの洗面台があって、ガラスのシャワーと、これガラス張りじゃん。で反対側またでかい窓、こっちもねまた景色がある。まだ部屋は側に秘密のトイレ、秘密のウォーキングクローゼット、部屋いっぱいあるやん。ねえ、ここに住みたいな本当に。うん、住みましょう。このホテルに住めないよ。このホテルの一泊が私たちの家の家賃の1ヶ月分なの。そういうことだよ。やばいよ。で、この部屋はちなみに一番でかい部屋で、コーナースイートです。もちろん他の部屋タイプもいろいろあって、スタンダードといったら、うん、こっちのホテルのスカイキングルームとスカイツインルームです。このホテルは4年前でできたばかりで、うん、全部めちゃめちゃおしゃれで新しい。しかも景色がどの部屋からも超抜群に綺麗に見えるから、31階の上に あるとそうだね、いいよね。まあ今日以外だね。今日は真っ白になっちゃった。雨です。で、そのスタンダードの部屋以外にはトリプルルームもあります。だからカップルで来るより家族で泊まりたいな、なんかお子様を連れの人はそのトリプルルームに泊まって、そっちの特徴は窓ガラスにあのベッドが置いてあって、そこから景色を楽しむのがすごいよ。寝ながら寝転んでこう、あーいいなーって。で、あのちなみにアクセサビリティの面でもユニバーサルルームもあのいろいろ広くて、バスルームもめちゃめちゃ広いだし、うん、あのトイレの扉も広いし、そうだね、もうほん車椅子で余裕にここでリラックスできながら泊まれます。今からちょっとあの仕事があるから、ホテルにリラックスに来てないよ。仕事仕事やだやだやだ。はい、32階にあるビジネスセンター。ビジネスセンターがあるといいね。だから忙しい人がここで仕事ができます。よし、仕事しましょう。はい、というわけで、もうやばいよ、今5時15分6時まであと45分、次の動画のサムネイルができてないよ。そう、タカは正直に言って。何言って。何を。昨日、うん、夜に仕事をせずに飲みに行ったら、明日やるよって言って、私は、いや私たちはホテルにチェックインするから絶対に時間がないよって言ったら、そうだよ、見て、5時15分にタカが、ま、やばいやばいようになっちゃう。大丈夫大丈夫、俺が今まで、ね、遅れたことない。いや、よく遅れたことあるよ。みんな探してるよ。だから動画が遅れたなと思ったら、タカが飲みに行ったなと思ってくれる。前日タカ飲みに行ったかなと思ってくれる。大体そうなってますので。スーパーコーンみたいを見てます。ギリギリ間に合った。
間に合ってないよ、10分過ぎたよ。6時10分です。はい、公開します。してください。オンラインになりました。はい、というわけで仕事なんです。ラウンジでカクテルを飲みたいです。おー、いいね。仕事終わりの一杯。まあ、でも俺昨日飲みすぎ気持ち悪いからどうしようかな。フレッシュジュースかな。行きましょう。はい、はい、今からクラブラウンジに行きます。クラブラウンジです。私はカクテル、タカはジュース。オレンジジュースで乾杯。乾杯。あ、これタコとイカが入ってるわ。で、わかめ。タコとイカ。そう、タコとイカ。ごめん、間違えた。エビも酔っ払ってるかもしれない、まだ。え、まだ昨日のお酒が抜けてないかもしれない。タカが好きなやつだね。うまい。デザート、マドレーンとチョコのプラリネ。これも欲しいよ。取ってきて。うん、うまい、これ。社長、ありがとう。どんどん持ってこなかったから、だって悪いよ。いや、うま。おー、すごい。これはいいわ。で、夜景めっちゃ綺麗だ。名古屋飯タイムです。名古屋にいると名古屋飯を食べなきゃいけない。いろんな種類あるからマジで楽しめない。そう、だからなんか3世代で楽しめるビュッフェというコンセプトらしいです。あ、やっぱり。そう、バリエーション豊富でうまい。おお、社長デザート持ってきたね。ほぼ 全種類。すごいね。食べましょうか。めちゃめちゃペパミントどれ食べよう。よくそんな飲めるね。これ、何その顔。うまい時の顔。これうま。そう、食べた。お腹いっぱい。はあ、最高。これが最高。これ景色最高、ね、今これ電気つけてるけどライト落として、ちなみにその空に飛んでる、うん、みたいなことも飛んだね。それもホテルのコンセプトになってるでしょ。あ、そう、空の浮き船って言ってフローティングシップで。お、英語できるんだね。31階から36階のホテルはすごいよ ね、 いいね。おはよう。この景色で起きた。すごいね。でもなんか太陽がこっちだよ。すごいよ。6時に起きちゃった。はい、今から朝ごはんを食べに行きます。おい、タカ、話を聞いてる。すごいよ、この景色。ここで立つと。イエス、すごいよ。わかる。イエス、わかる。この景色、イエス、鳥爪だよ。イエス。ご飯。いいよ。天空。スカイダイビング。かっこいい。素晴らしい景色を楽しみながら。一番好きな名古屋飯じゃなくて、一番好きな食べ物。世界で、人生で一番好きな食べ物はひつまぶしです。で、ここの特徴は朝のジェラートです。種類を、何を食べるの？バジルにオイルと朝ごはん。面白い。あ、なんかフレッシュな感じがする。すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけでチェックアウトのお時間になってしまいました。まだだ。まだここにいたいよ。この景色とお別れです。やだ。では、この動画をここで終わりにします。名古屋プリンススカイタワーホテルに泊まりたいなという人は概要欄をチェックしてください。ではこの動画楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人は
チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。この景色です。バイバイ景色。バイバーイ。